おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野達樹です。現在、アメリカ合衆国のオレゴン州にあるクラカマスコミュニティカレッジで野球をしています。さて、えっと、今日はですね、えっと、僕が今、アメリカのシーズンの真っ最中なんですけれども、えっと、僕が対戦していて感じた、えー、アメリカのピッチャーの、えー、特徴の、えー、最新版みたいな形でお届けしたいなと思います。まあ、以前にもね、えっと、何回かですね、アメリカ大学の ピッチャーの特徴というかなんかそのなていうんでしょうねあのー、日本と違うところみたいなことをまお話はしてきたんですがえっ、ー、とまたシーズンを重ねてですねまあいろんなピッチャーと対決してきました対戦をしてきました本当にですねえっ、ー、といろんなピッチャーがいるなというふうに思った中で。 あ,あ、こんなに違うんだとか、あとは、あ,あ、こんな球投げるんじゃないとかああ、日本と全然違うわ、みたいなことがやっぱり何個も何個も出てきたので、今日はそれを皆さんにお届けしたいなと思います。まずはですね、えっと、変化球の話をしたいなと思います。えっと、アメリカのピッチャーって、まあ、これは以前もお話ししたかと思うんですが、えっと、第二球種、第二球種 第2球種というか、えっと、第1変化球というか、なんていうのかわかんないですけど、えっとまあ、皆さん、まっすぐを投げられるじゃないですか、ピッチャーの方々って。ピッチャーの方もまっすぐ投げられると思うんですけど、で日本だと、一番最初に投げる変化球は、だいたいカーブとかスライダーとか、なんかそういうピッチャーが多いと思うまあ、要,要するにその、えっと、ひねって曲げる系のブレーキングボールと言われるようなボールが、えー、多いなという印象。 で僕もずっ,と、まあ、ずっと日本で野球をやってきましたが、まあそう、大体そうですよね。まあカーブとかスライダーを投げないピッチャーはほとんどいないみたいな形で。で、でアメリカはどうなのかというと、アメリカは全チェンジアップなんですね。チェンジアップです。で、このチェンジアップが本当に厄介だなと、これが1つ目のお話です。えっと、アメリカ人のピッチャーのチェンジアップが本当に厄介だということですね。 何、えっと、て言うんだろうな、えっと、まずは、えっと、今まで僕が対戦、日本で野球やってきた中で、そのさっきも言ったように、まあ、変化球といえばカーブ、スライダーみたいなところで、右ピッチャーと対戦すると、僕、左バッターなので、割と入ってくるような変化が多かったんですね。なのでタイミングを外されたとしても、何、えっと、て言うんだろうな。 バットが届く位置にあるよな、みたいなことが多かった。なので意外と対応できてたり、え僕は結構入ってくる変化球は得意だったりするんですけど、それがですね、チェンジアップとなると、例えば右ピッチャーのチェンジアップだったら外に逃げていくわけですよ。逃げていったりするので、でこれが本当に、えっと、僕苦戦してですね、えっと、 いつも、えー、決め球とかに放られて、えー、三振とか、えー、ガイアフライとかに抑えられてしまっております。これがまず一つ目ですね。で、いいピッチャーになればなるほど、えっと、やっぱり腕を振ってチェンジアップを投げてくるんですね。で、なんて言うんでしょう。あの、いいチェンジアップっていうのは、やっぱり落差があるわけじゃなくて、で、本当に奥行きがあるという感じなんですね。あの、本当にボールが来ないといったバッターボックスで僕見ていて思います。 なんか、例えるならば、なんかよくプラスチックボールで野球やってるとことかあるじゃないですか。で、公式ボールって失速しないじゃないですか。一旦投げるとピューってそのまままっすぐ来ると思うんですけど、なんかまっすぐで、まあその公式ボールでずっと、えっ、ー、と、ラリーをしている中で、急に相手がプラスチックボール投げてきたら、うわっ,ってなるじゃないですか。なんか、ボールが急に止まったように見えて、なんかヒューって超失速していくみたいな。あんなイメージです。いいピッチャーほど、本当にそういうチェンジアップを投げてきて、 えっと僕自身、すごく、えー、厄介だなとと <laughs>、きついなと思っております。本当にですね、ど真ん中に投げられても打てないみたいな感じですね。ボールがなんかうまい具合になんか、その本当、思いっきりで振ってるんですが、ボールだけなんか遅れてくるみたいな、なんか不思議な感覚でですね、だこれが本当に苦戦をしております。なので、この1つ目はですね、えー、アメリカ人のチェンジアップめちゃめちゃすごいということですね。 これがまず一つ目です。で、二つ目なんですけど、やっぱりまっすぐが強いですね。で、まっすぐが強いっていうのは、たいえっ、ー、と、平均球速で言うと、だたいま、140キロぐらいかな。えっ、ー、と、135キロから、145キロ、まあ、140前半ぐらいのピッチャーが、だいたいほとんどなんですけど、 本当にしっかりとさっきも言っいたように腕を振って、まっすぐ、いいまっすぐ投げてくるので、ここもだいぶここにしっかりと振り遅れないで、初球から捉えるっていうのが本当に重要だなっていうのは、本当につくづく感じております。本当にまあどのコミュニティカレッジもやっぱりエース級となると、本当にいい球を投げて、150キロ投げる選手はなかなかいませんが、本当に140キロ台を投げる選手は本当に結構いて、ま。あ マイル数字で言うと大体8マイル8八マイルぐらいから92マイルあたりですね、まあ、ここら辺の球を投げてくるピッチャーっていうのは本当にいいピッチャーですね本当にこういう選手がゴロ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 いるといった状況で本当にだからここを捉えていかないとやっぱり数字を残すのは厳しいんだなっていうのを本当つくづく感じておりますあの何、ー、て言うんでしょうやっぱりこれは以前あのー、本当にいつも僕が感じていることなんですけど60%か70%は本当にまっすぐなんですよ で、相手、あの、アメリカの文化って本当にファーストストライクを初級で取る、なんか早いカウントで取っていくみたいなのがすごい重要視されているので、本当コントロールもその甘い感若いカウントだと結構アバウトだったりするんですね。まあ上のレベルになればそれはまた変わりますが、僕、まあ、大学野球のレベルだとその、その、ファーストストライク、パファーストピッチに関しては、まあ割と甘めと言いますか。 あのアバウトに取ってくるイメージがあるんですが本当にそこのまっすぐの威力が本当にすごいのでだここをしっかりと捉えていく。 のが、えっと、結果を残す近道になるんじゃないかなと思います。だここを僕、いつも、いつもというか、まあ、調子いい時はしっかり捉えられてヒットできたりとかするんですけど、ここをファールとかにしてしまうと、先ほど言ったチェンジアップとか <laughs> っていうのが結構来るので、ここが非常に難しいところだなと思いました。なので、えっと、これが二つ目ですね。アメリカの、えー、威力、アメリカ人のピッチャーのまっすぐ、威力あるまっすぐをしっかり打ち返していかなきゃいけないという、ところですね。で、最後にピッチャーに関する三つ目ですね。 やっぱりフォームが早いですね、えー、と本当に、まあ、いいピッチャーになればなるほどというか日本の選手ピッチャーっていうのは結構ゆったり足を上げてで投げていくといった感じじゃないですかまあ本当に何て言うんだろうな本当に例えば、まあ、メジャーリーグの選手で言うと分かりやすいと思うんですけどその、まあ、前田健太選手とか投手とか大谷選手もそうですけどゆったり足上げてで ゆったたりしたフォームでから、えー、と投げていくみたいなイメージなんですけど、なんか、バウアー選手とか、本当に後ろちっちゃいじゃないですか、本当になんか、足上げてからもうクイックみたいな感じでバッて投げてくるみたいな、そういうピッチャーが結構多いんですよね。本当に足を、まあ、ほとんど上げないピッチャーもいるし、なんか本当足を上げてまま止まらないで、そのまま勢いで投げてくるピッチャーもいたりするので、だここのタイミングの取り方が非常に難しいです。あのー、僕、もともと足を上げて打つタイプの選手だったんですね。なので、ここが本当に、 難しくて足を上げてしまうともう間に合わないといった状況なので、最近は僕今もう先に足を引きつけといて、でも足を出すだけ、前に出して振るだけみたいな状態でタイミングをとっています。ここが非常にえ難しいです。ここの対応ですね。で、ここのタイミングまがまず合っていかないと、まっすぐにも対応できない、チェンジアップにも対応できないってことになってしまうので、ここが本当に意識的にえやって、あの、意識的にやっていかないと、 立ち遅れてしまうなとといいったところでですすテンポも速いんですよ本当にテンポも速い、えー、フォームも早いでまっすぐも割とまあま早あくてでその腕を振ったまま、えー、チェンジアップが来るっていうピッチャーは本当に、えー、いいピッチャーでこれが1チームに大体1人か2人ずつぐらいいるので、まあ、これをしっかり捉えられていくといいんじゃないかなバッター目線ではいいんじゃないかなでこういうピッチャーがアメリカアアメリカの僕たちのリーグで活躍しているよみたいな感じですね。だこういういピッチャーを がえっ、ー、と、えー、僕の、えー、このシーズン戦ってきた中で多いなといった印象です。チェンジアップがいい、ま、えー、っすぐまっすぐがえっ、ー、としっかり腕を振って、えー、甘いコースだけどそれでファールを狙いにく。 っっってて投げてくくるるきり投げあとはもうフォームがコンパクトで速いテンポも速いって言ったとかですねこれがえっ、ー、と僕今シーズンを戦ってみてえー、感じた印象ですまたねえっ、ー、と何か気づいたあれがあればえっ、ー、と皆さんにシェアしていきたいと思いますはいこんな感じでですね私上野と月がアメリカ流野球留学に関するあれはこれはお話ししていくチャンネルとなっておりますのでもし興味のある方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたしますそれでは素敵な一日をお過ごしください上野拓樹でしたじゃあまたね